デートでも例えばそれこ その本田圭佑選手みたいな、はい、いろんな活動されてる方 で、うんうん、でまあその競技に絶対生きると僕は思ってて、はい、僕もいろんな活動したいと思ってはいるんですね、うん、いろんな活動できる、うん、あのまでに至るまでに、うん、例えばサッカーだったらサッカーで名を上げないと、うん、そのいろんな活動ってできないんですよ、うん、だから今結構そのいろんなことをするっていうのが社会のこう流れになってると思うんですけど、うん、僕それ違うと思うんですよね、うん、そこに行くまでの努力と 100% そうです汗を流して、うん、でそこに行くまでの人間になれたらそれをできるのかなっていうのが思ってて、ま、それ1万回ぐらい僕が多動力って本出した時に勘違いしてるやつが、はい、このバイトつまんないんでやめて他のやりますとかツイートしてきたら、はい、言い返してますバカだ、バカって一個本当に圧倒的な幹がないと何でもなくて、はい、いや掛け算で、はい、僕だったら編集者かけるなんとかっていう、はい、全部掛け算で値がでかくなるのにこっちの幹がゼロだと何かけてもゼロなんですよね、はい、トップアスリートの話聞いてても、うん、競技以外の活動 やってますっていう人は、うん、それまでの流れでめちゃくちゃ挫折してたりとかするんですね、ま そんな暇なかった時代がやっぱあって絶対そうです。でもなんかその自分の中での葛藤としては、うん、いろんなこと やるけど、うん、やった時にやっぱりこれはサッカーなんだってなりそうな自分もいたり、自分がやるべきはってことですか、やるべきことはサッカーな なるこう自分、アスリートの人は、はい、もう全て結果でしか判断されないから難しいんですけど、はい、空いてる時間いろんなことやるっていうのはプラスだと思うし、うん、多分今後そうなる気はしますけどね、はい、難しいのは結構もう選手としてキャリアの終盤にやるから、はい、だからその選手の調子が悪いわけではないのに、はい、周りから見たらいろんなことやり始めたから調子落としてんだって思われるっていうのは、はい、まあ、本田さんの場合にせよいろいろ揶揄されることは、はい、そういうの多いと思うんですけど、まあ、つきやすいですよね、つきやすい。それこそ僕ダルビッシュさんの本を作ってて、はい、ダルさんと3日間ぐらい、はい、密着して一応オフでほとんどトレーニングがなかったとはいえ、はい、もうずっと YouTube のなんか自分のチャンネルの分析を見たり、はい、なんか本当いろんな本読んだり、はい、でも全部ダルビッシュさんの血肉になってる気はしましたよ、はい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 、アスリート難しいのは結果をこう見て疲れるからって、うん、そこの課題クリアできないかなと思って、うん、でもガンガンやっていろいろ言われてそれでも結果出すっていいんじゃないですかね。そんな結果は自分のと向き合う作業だから、はい、まあ、周りから何言われようが関係なくて、はい、僕格闘技も見るの好きなんで今ライジンっていうあの総合格闘技の団体のチャンピオンの朝倉未来って、はい、YouTuber でめちゃめちゃ成功してる、すごいですね。多分ライジンのファイトマネーより全然 YouTube の方が稼いでるんですよ。多分あの再生回数だったらそれこそクリスチャーノ・ロナウドなんてインスタの1回の投稿何億円とかじゃないですか。競技が強いからこそ YouTube も生きるんだけど、はい、そこの線引きをなんか競技がもう絶対的なもので、はい、他がチャラついてるっていうのはちょっと1個前の発想で、はい、もう人間として全ての時間を使い切るっていうのはなんか当たり前な気がします。人生のキャリアってこと考えたら、はい、そんなのは絶対やった方がよくて、努力って本当型だと思ってて、はい、努力の仕方がうまいみたいな、はい、大体最初の時期はやっててもつむ得意じゃないからつまんないけど、はい、ある程度こんぐらいやったらどうせ上手くなって楽しくなるんだっていうのを知っていて、はい、トップアスリートになるような人って努力の型を持ってると思うんですよ、はいはい、その型はできるだけ自分がみずみずしいうちに、はい、頭が動くうちに横展開してった方がいいですよ、ね、そういうビジネスでもなんかエンタメでも大体努力の型って同じなんで、はい、だから一個上手くいく人がいろんなことうまくいくのって、はい、才能があるっていうよりも努力の仕方を知ってるっていう、はい、